よっしゃ、続きやっていきましょう。さあ、指導軍ね、は、あ、指導軍じゃねえや。指導軍って指導おるやんけ。指導おるやないかい、ここにね。ハーゴン軍ですね。ハーゴン軍の第2戦目ですね。ちょっとね、倒していきましょうかね、早速。サクッと行きましょう。竹吉、どうやらまた魔物どもが攻めてくるみたいだぞ。強大な奴ら、俺たちが鉱石を掘って町を作ったのがどうしても許せないらしいね。あんなまん面白くないらしないんだろうね。やっぱりね、ものづくりをね、禁止してる教団ですからね。はい。さっさと帰り道にしてやろうぜ。さあ、戦いの準備はいいか？あ、いいですよ。行きましょう。すごい軽い返事だけど。いい返事だ。ゴルドン、あ、ゴルドンも一緒に戦ってくれるの？ゴルドンがおるなら、もう弱いでしょう。え、ゴルドンに乗れるのかな？今回も。バトルスタート。さあ、ゴルドン乗れるのこれ。ちょ、ゴルドン乗れ、あ、乗れねえじゃん。いや、ゴルドン乗らしてよ。お前単品より俺が乗った方が強いってねえ。いや、今なんか不可解なダメージを受けたんだけど大丈夫か。ねえ、もうよくわかんねえ、もうぐちゃぐだぐちゃぐちゃ。アイドルセブン万歳。ちょ、どこに誰がおるかはよくわからんし、ヒットポイントバーが敵か味方かよくわからん。あ、黄色が敵なんだなこれ、多分黄色が敵なんだろうな。全てを壊す粛清だ。お前らが粛清されろ。もうヒットポイント、いや違う、待て、これヒットポイントも同じじゃねえか。同じ色でよくわかんない、敵か味方か。どうだこれねえ。そうだよね、緑色だもん。やばい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 、これくらアップレ、ふう神回避。ゴルドンがいればいいんじゃないのこれねえ。ゴルドンさえ、ゴルドン乗らしてよ。俺と一緒にフュージョンすればもっと、なんだこれ強いぞ、バイキルとか。う、やばい、ちょっと待って、俺もう前に行かん方がいいぞこれ多分ね。皆さん大変、お願いします、お願いします。ペコちゃんが戦ってくれるけど、ありがとうございます。あとはね、美味しいところだけ最後持っていくっていうね。はい、まあ、そんな役でいいでしょうね。ありがとうございます。もうこんだけ、まだいるの、でかっ。ちょっと待って、無駄にダメージ食らうから、これ行かん方がいいんじゃないのこれ、ひょっとしてダメージ与えてるかどうかわからんしね。え、与えてんのかなこれ。大丈夫、うるせえ、ブツ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 、うるせえな、高木。ちょ、待て、じゃあ本当にダメージ当たるか分かんないよね。自分のさ、これダメージだけ色が変えてくれるっていうのをさ、ちょっとしてほしいな。味方がダメージ与えるのと、やばい、これ逃げろ。味方がダメージ与えるのと、これ僕がこうダメージ与えるの、ちょっと色変えてほしいよね。見づらくてしょうがないし、判定がいまいちちょっとよく分かんない、誰が食らってるのかっていうね。特大ダメージを受けないと分かんないもんね、自分が。だコツ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 9のダメージとか、ちうっ、強いの骸骨マジで。あんな破壊力抜群なんだね。ご了承作戦、骨にひび、あ、はい、拠点を狙うモンスターをやっつけた。はい、簡単、バトルコンプリート、イエーイ。はい、簡単。畜生め、またしても強打の連中に襲われちまったね。それにしても、セルジ、オンバ、あ、おお、ちょっと待って、オンバさんまで戦ったの？あ、戦わないんだって書いてあるんだね、アーマン。怪しいね、なんか、ペロはあんな防御力が低い、低くれて、いや、ちょっと待って、あの人が転んで来たんでしょ、それ。防御力が低い、低くれって。ねえ、バニーになりたいのって言って自分で来たんでしょ、転んで。オンバも多分ね、防御力低いはずだよ。どこにいるオンバ？あんなとこに、うわ、ちょ待って、こっそり隠れてる。樽の横で、こっそり隠れてるよ、あそこに。ねえ。オンバ、ねえ、私知らないわ、っていうね。はい。たまにはお前たちも戦えよ。バーは壊れても直せます。でも命は一つしかないんですよ。命あってのも、セルジお父さんだよね。指導怒らないであげて。人には向き不向きがあるし、怖い魔物と無理と戦えとは言えないわ。すごいな、ペロちゃん。大人だね。お父さん情けないね。それに大丈夫よ。私が高吉や指導と一緒にみんなの分まで。いや、ペロちゃん一人に背負わしちゃダメでしょ、そこはみんな。で、みんなと力一丸となってね、この街を守ろうぜ。ちょっとなんかオンバ怪しいね。裏切りフラグ出てるんだが、あれオンバ。ねえ、絶対怪しいよね。だってオンバ一人でずっといたんでしょ、地下に。怪しいよね、オンバ。さあ、とにかく今は金を探すことが先決よ。ゴールドに心当たりがあるのね。うごご、そうだった。まず、高吉、何くれんの？いや、はぁ。笛のかけらを手に入れた。これってあれでしょ？なんかいろいろコメントでもらえてた、
チェックリストとか分かるやつだよね。オカリナの笛みたいな。オカリナの笛っておかしいけど。それ大切な笛のかけら、ついにそれを渡す時が来た。最初から渡せよ。もう一つのかけらあればすごい笛できる。その笛求める場所が指し示す求めるものがある場所を指し示すか。その笛を吹けば金の場所、あ、そういうことね。これで金を探すのね。それじゃあ金を探す前に笛のかけら探しだな。うん、そうだね。誰のクエスト？音波のクエストじゃん。大丈夫音波手かけちゃん、あの笛のかけらが欲しいでしょ。近おばせの私。あ、何？どっか居所知ってんの？居所っていうか、ある場所知ってんの？実は私、地下の奥深くですごい笛が祀られてるって話、誰に聞いたの？誰もいなかったんでしょ？ねえ、誰に聞いたの？ねえ、その辺の草花？ねえ、精霊がおったの？ねえ、草花の。ねえ、実はあるんだよ、みたいな心の声が聞こえたとか？怖いわ、おばん、おんば。行ってみる価値はあると思うわ。地下の奥深くか、ひょっとしたらあそこ、あ、どこ？お前知ってんの？心当たり。高吉、先に行って様子を見てくるぞ。準備ができたら。あ、もう行きますよ。高吉？あ、なんか、あの、もうこれそれね、毎回ね、嫉妬されるから嫌なんだよ。みんなの目の前で渡さんでよ。ねえ、キノコハンバーグを3個手に入れた。いただきます。いや、ペロちゃんだったら、まあ、なんでもうまくできるよ。ね、ケスイッターの食べてね、ありがとうございます。行動で笛のかけらを探すなら、まずマッシモちゃんのとこに行くのよ。マッシモちゃんがどこに行ったのかわかんの？すごいな、オンバ。通過だな、マッシモちゃんと。マッシモちゃんにはきっと地下構想の超高基地にワープすればすぐ会えるわよ。っていうね、はい。低い声でね、あ、オンバの声でね、はい。やらせていただきました。はい、ということで、じゃあ早速行ってこよう。さあ、ここかな？ここだよね。ここかなって、ここしかないよね。うおー、来たかった、かけち。ここは、おいらは話した、例の笛のかけらがありそうな心当たりの場所だぞ。この岩の壁の奥にきっとお宝がある空間が広がっている。おいらの花が、お宝しょ、ほんとかよ。そういうの最初からしてください。捉えてください。ねえ、実は知ってたんでしょう。で、眠ぞったかけち、道を塞げる岩の壁を、ハンマーじゃなくてダメなの。ねえ、魔法の玉じゃダメ？いいよね、魔法の玉。はい。あ、違う、じゃあ。はい。あ、置けません。はい。うい。あれ、マッシュも魚食っていいの？あ、ダメージ受けない。あ、何これ。あかん。全然魔法の玉じゃダメだったんだね。じゃあこれ、ハンマーでやらないといけないんか。うお、さすが高吉。見事に岩を壊したぞ。確かに奥に何かありそうだ。高口、このまま進んでみましょう。はい。金の鉱脈を探す笛を見つけるためだぞ。怖いけど、俺らもついていくぞ。おお、こんなでかい建物があるなんて、これが、どこ神殿？おいら思い出したぞ。これは大昔ビルダーが作った神殿なの？きっと地震で地面に埋まった。ほう、じゃあこれ話に聞く、イニシエのビルダーってやつか。どんな建物？ちょ、見して、オンバが言ってた笛のかけらがある場所に間違いなさそうだ。早速行ってみようぜ。おいら怖くてガクガクブルブルだぞ。お前らこんな怪しい建物やな。いや、行かないといけないでしょ？体の笛が、震えを自分の口で言うなんて、お前よっぽど怖いんだよ。プル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 って自分なかなか表す人なかなかいないよね。だったらあとは任したぞ。あ、何君、何、行かないの？おいら、その間手前の入り口の穴を広く置いて。えらい楽な役だな、お前は。ねえ、どっかに、ほんとだ。すごい、これが噂のイニシエのビルダーが作ったっていう。ねえ、ピラミッドの塔、てか、どっかにね、ルーラの音があるんだけどね。どこにある？こっち？あ、ここか。あ、ここか。はい、導きの玉を起動した。いやー、探しましたよーっていうトロフィーね。これ結構あれだね。道が複雑なんだね。まあ、右の方は何があるの？まず。なんでピラミッド？これピラミッドと同じなのか？これ何にもない？あ、なんかあるぞ、これ。いや、水汲んでどうすんの？壊すんだよね、どんどん。あ、壊せない、いけないんだね。じゃあこっちは破壊力上がった。これどっかで来るの？でもさ、あ、ここには何もない。そう、何もなさそう。あ、なんか下に降りれるけどな。大丈夫かな。これも壊せないの？あ、硬いんだね。壊せないんだ。これも壊せない。まあそりゃそうだね、こっから入れちゃうもんね、壊せたら。これなんか怪しいな。下に降りたらなんかあんのか。ちょ、行ってみるわ、まず下に。
ここに何も入れないのやっぱり。いつかこれまた後で来るとこなのかな。あ、何これ、飛び降りなくてもどっかでじゃあ行けたパターンなのかな。この階段を登っていけばどっから出てくるんだこれ。どこに出てくるのこれ。長いな階段。あ、ここに出てきたっていうことね。あー、あったんだこっちに。あー、なるほどね。じゃあこっから入れ、どっから入る、どっから入る、こっから、あ、こっから入るってことだね。じゃあちょっと行ってきましょうかね。いやー、緊張するな。なんかワクワクが止まんねえぜ。あ、なんか鍵がある。これ使う鍵ないよね。鍵が合わない。何の鍵持ってんのこれは。なんだここは、すごい建物じゃないか。地下にこんな場所があるなんて。こういう場所は怪しい仕掛けが謎がありそうだぜ。なかなか面白そうだ。そうだよね、なんかね、トリックとか落とし穴とかありそうだよね。おい、なになになに、動く石像、もしかして、もしかすると、なんだこれは。動く石像がなんか2体ほど足りないんだけど。他のところの石像が何並んでやがるのに、あの2箇所だけ、うん、なんだろうねあれ。これは怪しい匂いがするって、もうフラグ立ててんじゃねえよ、そういう時にね。もうわかるもん。俺の勘だが、あの2箇所に石像を置けば何か、わかるよ、そんなもん。その前に襲ってくるでしょなんかが。おい、高口、来てみろよ、この、あ、ここから開く。あ、じゃあ、何、じゃあここはまだ襲ってこない感じ。これ、あ、ほんとだ。あ、壊せない。扉開いたね。さあ、ここに何が待ち受けてるでしょうか。なんかドキドキするな。あ、これ宝箱あるじゃん。なになにこれ、看板。いや、お前じゃないって、看板だって。看板、赤き板で赤き箱を引き寄せろ。赤き板で赤き箱を引き寄せろ。青き床に赤き箱を運ぶのならさすれば。あ、これってあれだよね、あのこの間のビルダーズパズルの応用だよね。ね、何のことだ、目の前にあるんじゃねえかよ。これ詳しいのこれ。あ、やっぱ壊せるよね。赤き箱を、これをうまく、このは、これを使えってことだよね。ねえ、もう俺はもう騙されんからね。もう一回勉強しましたからねえ、まあ、とりあえず引き寄せる。あれ、何も反応しない。こうか。あー、なるほどね。あー、もう簡単これ、もう簡単これ、もうみんな簡単だよこれ。いい、やるよ。めっちゃくちゃ簡単。そんな、もうこの、この間から言ってるけど、パズル&パズルの高木ちゃんにね、こうかかれば、そんな、こんなもんへでもないですよ。はい、簡単。残念ぽ、はい、はい。何？ん？それは扉の鍵か。その鍵があればあそこの扉を開けそうだな。扉を開いたらもっと奥に進んでみようぜ。あの広場に置く石像を探すんだ、ということで行ってみましょうかね。もう余裕でしょこんなもん。使う鍵が合わないんかよ。ってことはこっちだな、こっちの鍵か。まあ、宝箱ちょっと取っとこうか。おい傷じゃねえ。これか、ちゃんと鍵を持たないとダメなんだね。あ、水流れてる、水流れてた。あ、あ、一回しか開かないの。なんだこう、なんだここ、行き止まり、違う、こっちか。なんだ、あ、ダホ、なんだって、いちいち驚かないでください。ダホドラキーですよって。はい、すいません。こっちか、扉開くね。あ、宝箱ある、いいのかこれ。いや、普通に取っていいのか。はい、あ、やった、うー、やっぱミミック、あ、やべやべ、うー、人食い箱。いや、人食い箱やっぱいるよね。あぶね、神回避簡単じゃ、あ、おい結構早いな、もうしろ。白く何してんのあんた、さっきから。やばい、うー、めっちゃ食らった今、薬の歯をもらえた。うん、え、こんだけ、ひょっとしてこんだけ。あ、ここだね。さあ、何があるんだろう、これは。噴水。あ、またこう、ビルザーズパズルみたいな仕掛けが多いね。何これ。赤き板で赤き箱を引き寄せよ。青き床に赤き箱を運ぶのは、まあ、さっきのやつだよね。応用だよね。砂を置けば赤い箱の動きを操れるのか。そうだよ。君は脳筋だな、やっぱり。で、ここで、OK。はーい、簡単。高吉に遂げないパズルはないのだ、ということで、
はい、ありがとうございます。鍵、いや鍵なのか本当に。鍵やってるなんて。さ、ここで、ここでいいのかな。はい、開く。うっ、メタルスコープ。そんなうっていうほどでもないけどな。何あのメタルスコープを、こう倒してくださいと言わんばかりにいるんだけど。ああ、なんだ、こっちになんか あったんだね。まあまあ弱いでしょ。はい、薬の灰やります。また宝箱、食い箱でしょこれ。違う。あ、なんか来た。古代遺跡の楽譜ということは多分ピラミッドかなんかの音楽なんだろうね。ピラミッドのかなんかの音楽を流せるだろうね。なんかこれか、隠し武器とかありそうだよね。色違うさ、壁とか気をつけろ。なんか、落ちたら一度落ちたらおしまいだっていう、そんな感じかな。どこに落ちてるんだろうな。これ一回押してみてもいいよね。何かありそうだよ。登ってこりゃいいもんね。ちょっと一回押してみるわ。あれ、クソ、おかしなとこに落ちたな。怪我はないか高吉。ち、魔物どもがうようよだな。高吉、あいつらは俺の勝ちで出口を探すんだ。あ、何これ、ここってもしかして落ちるところ、ストーリー上落ちるところ。これ宝箱あるよ。何これ、何の武器、これ何の武器。じゃあ鬱陶しい。あれ、これなんか装備、俺鋼の剣とかじゃない、鉄の剣これ。いや、そうだね。このところで鋼の剣はもしかしてもらえるわけがないっていう。めっちゃくちゃ鬱陶しい。お前指導、敵は任せろって言っといて、お前どこにいるんだお前。あいつめちゃくちゃ宝箱あるじゃん。あ、落ちてよかった。あ、薬の葉いいじゃない。宝箱回収。なんかこういう壁を壊したらさあ、な、壊せないんか。あ、壊せないんだね。何かある。宝箱はない、ない。ってことはもう出ていいってことね。何これ、鍵かかってんじゃん。扉を開けすもの探すべし。ん、扉を開ける術を探すべし。何時さもだから亡者の亡者と化す。なるほどちょ、お前戦闘中じゃなかったの。倒してくださいよ。扉を開ける術だと。ひょっとして鍵だね。もしまだ持ってない、辺りを探してみるよ。こんなところ、はい、辺りを探してあるか。なかったんだけどの鍵、宝箱ね。あ、ここあったあったあった。ちょ、待って、おかしい。アイテム取る時ぐらいゆっくり飛ばしてください。あ、鉄の剣だったじゃん、やっぱり。う、空腹で死にそうだ。はい、ってことで倒しましたね。じゃあ先行きましょう。ちょ、ヒットポイントがヤバめなんで。はい、鍵も手に入れた。どこに手に入れた。ないぞ、なくなってるぞ鍵。ねえ、いつの間に俺は中に入れた。やっぱこれ一回下に降りるとこなのかな、ストーリー上降りるとこ。でも上に登って上がっておけばいいもんね。あれ、これってここって、あー、なるほど、さっきのとこじゃん。なるほどね。はい、ってことで落ちる前のとこに戻ってきましたね。ここはもうじゃあね、下に落ちてもしょうがないんで、ちょっと先に進みますから。大抵かさ、別にブロック積んでさ、下から上がってこれるもんね、これ。そうだよね。さあ、何が待っているか、ほど、あ！は？やっぱさすがピラミッドですわ。びっくりするわ。ねえ、こうやって登れるもんね。別にいいじゃんね、これで。さあ、ドリーラ。ん、またかよ。あ、これ動く石像じゃん。どうすんのこれ。え、何、びっくりした。開ける、鍵があった。何これ、黄金の鍵。お、その鍵は今までの鍵と違うみたいだな。金の鍵か。ここまで使う、そんな鍵を使う扉あったか。一度神殿の入り口まで戻ってみようぜ。石像は一つ手に入った。その、あ、そっか、石像手に取ろうとしてたんだね。忘れてた俺。もう一つの石像があるはずだ。あ、これ何、このブロック違う、これ、あ、違う、お前じゃねえよ。これ取れるのか。あ、壊せない。さあ、石像を手に入れる、石像を手に入れる。さあ、ここに石像置けばいいんだよね。そうだよね。はい、ここに置く。あ、違う、
ここ。あ、いいね。で、金の扉、金の鍵ってここだよね、でも。多分そうだよね。あ、これ、あ、やっぱ黄色の鍵、あ、そういうこと、はい、使う。こんな用意周到、まあまあ、前のビルダーはね、どんな宝をね、こう隠したかったんだろうって、笛か。笛を隠したくてこんな扉を、ゴージャスな扉を作ったのかな。これ 2個あるんだけど、どっちなんだ、こっち。あ、宝箱、ありがとうございます。オーマイガー、マジかよ嘘だろ、なんだよこれ。こんな、ま、こんなモンスターまでビルダーは用意しとったのか。めちゃくちゃいるし。はい、じゃあちょっと戻ってきました。ちょっともう線さっきのようにいかないぞね、さっきのようにはいかないぞこれね。ちゃんとここに、はい、ブロックを積んで、おい、これね、あれが出るそうなんだよな。人食い場所が、人食い場所ってなんだ、人食い箱は出そうだからね。一応閉じて、あ、え、どんぐり、今さらどんぐり、どんぐりん、種、薬の種。あ、でもさ、この世界じゃさ、耕せないもんね、あのミミズンがいないから。ミミズンがいないから耕せないはずなんだけどな。いや、おかしいな。まあ、いっか。じゃあ先進もう。メタルス、めちゃくちゃいるやん。まあ、そんな大して強くないからいいけどね。はい、倒してからの、ここだよね。扉、う、モンスターを倒せ、1、あ、ミステリードル、ちゃう。え、なんだったっけ、これ。ミステリードルちゃうわ。なんだったっけ、なんだか、なんとか、石人形だ。え、ち、こいつ、やけに硬いな、まるで。いや、石人形だもん。だって石だもん。ケンヤ、おなが効かないみたいだ。ひょっとするとここはビル、何、ビルダーの出番って。なんでお前そこまで行って非ノーヒントなんだよ。なんだよそれ。え、何、ビルダーとして何をするの。なんかあるのか。囲んじゃえってこと、囲むってこと、囲むってこと。ダメージ与えるな、カンカンってからね。なんなんだ、一体何をすればいい。ビルダーとして、え、なんだ、持ち上げるってやつ。持ち上げるの、持ち上げるの、あ、持ち上げない、持ち上げれない、持ち上げ、なんだよそれ、よくわかんねえな。なになに、ここ囲めばいいの。じゃあ囲もうかな、こいつを囲んで中に閉じ込めやいの、ね、う、あ、ワープするぞこいつ。ってことは、え、ビルダーとして、違う、必殺、あ、違う、え、ダメ、なんか、これか、爆発、あ、違うじゃん。なんなんだ、ビルダーとして、ん、これか、リフォームコテか、リフォームコテで、リフォームコテで、あ、リフォームできない、違うじゃん、恥ずかしい。え、ちょっと待って、水か、水をかければいいのかね、え、お水、え、意味ない、あ、意味ない、え、ビルダーとして何をする。ちょっと待って、よくわかんねえな、え、よくわかんねえんだけど、ハンマーで、あ、あ、そういうことね。なんだ、ハンマー効かないって言ったじゃん、斧や剣か、あ、斧や剣っつったのね、ハンマーで叩けばいいのね、なるほどなるほど、簡単、あ、弱っ、残念、あ、なんだなんだなんだ、簡単じゃねえか、あ、弱っ、あ、弱っ、はい、レベルが上がりました、ありがとうございます。なんだよ、先によ、レベル18になった、ヒットポイントが上がった。何？何覚えた？新たなるレシピをひらめいた！何？鉄の鎧！いいじゃない！ありがとうございます。石人形を倒した。やったぜ！よし、石野郎をなんとかぶっ壊したな。どうやら石でできたままにはビルダーのハンマー。ああ、そういうことね！鉱石類は、何？あれなんだよ。もう鉱石のモンスターはハンマーが効くんだね。それは普通の雑魚的にも通用するってことだよね。高吉、奥にまた鍵付きの扉があるぜ。どこ？あ、あったったね。はい。宝箱の中に鍵はないか。今から調べるんじゃない。ん？金の鍵。と？何これ？あ！いや、ありがとうございます。あんまり？あ！おーな、早いんだってー。いやさ、ちょっと気分がさ、あれだよね。めげるよね。せっかくさ、楽しい冒険してんのにさ、このピラミッドの中、報告会とか行っていきなりさ、ね、出てきたらちょっと気分ね、めげるよね。ね、そうだよね。いや、一応カットしてると思うんだけど、皆さん。僕的にこうやってるとね、いきなり報告会、うーいとか言ってね、そんなね、のんきな姿を見てると萎えるんですよ。うん。
何よりロードが長いからね、ちょっとロードがあるとね、ちょっとなおかつめげるよね。あ、ここ、あ、なんかさっきと似てるところなんだけど、応用だよね、またこれ。ん、なんだこれ。赤き板で赤き箱を、青き板に、はいはい、水は引き合う力を阻むもの、水源はブロックで囲いせき止めるべし。さあ、すれば、いや、ていうかこれ水を、あー、ま、なるほどね、今度は乾きの壺じゃダメって書いてあるんだね。っていうことはだ、っていうことはここに水をせき止めればいいんでね。そういうことだよね、そういうことだよね、こうだよね、あ、こうだよね、あ、わかった、そういうことか、なるほど。ここに置いて、こう、簡単、金の鍵を手に入れた、ありがとうございます。これ取れない、あ、このブロック欲しかったね、このブロックね、なんだあのブロック、変わったブロックだよね。ここか、どっか他にないよね、入り口。周りを探索するも何もない、何もない。さあ、鍵使う。なんか楽しいな、うわ楽しいな、ドキ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 して楽しいな。何もないね、こういうとこ、なんか落ちて下に宝箱があるっていうパターンあるよね。そうだよね、引き返せ。あ、懐かしい、これね、ランシールのね、街のね、ドラクエ3ね、ドラクエ3でランシールの街の顔岩があって、あ、そっくりじゃんこれね、引き返せってね。うん、引き返せだった、高木ちゃん、お前いつからそんな偉そうな口方だった。いや、僕喋ってないっすよ、この川でしゃ、その仮面ですよ、偉そうな仮面で無視して、これ取れない、あ、取れるじゃん、引き返せ、うるせえ、全部取っといたら、お前喋れなくていいように、引き返せちょっと引き返せ、懐かしいねこれ。でもピラミッドとは何も関係なかったのにな、引き返せ。あ、なんか変わってる、最後だけカタカナなんだけど、怖っ。あ、なんか後ろになんかあるんじゃねこれ、なんだってここだけひび割れてたもんね、怪しい。何があんのここに、入ったから、あ、ありがとうございます。何これ、あ、世界樹の墓、なるほど。あ、これ俺いつの間にか使っ、な、あれ、いや、なんかドキドキして、なんかレシピかと思ったじゃん、なんかのレシピかと思ったけど、何もないね、何もないね、なるほどねこれちゃんと顔をちゃんとなんか取ってないと分かんなかったってことだよね。いやー、やっぱり壊してすんもんですな、なんでも。あ、鍵がない、あれ鍵がないでしょ、あ、ここか、あ、石像があったな、これで石像は2体見つけた。最初に広場に戻って台の上に置いてみようぜ。いや、その前にさ、あそこの鍵は何なんだろうね。ありがとうございます。はい、鍵、最後の鍵、あれだよね、最後の鍵じゃないけど、鍵をこれ使って何が起こる、なんだこう、あ、あー、なるほどね、入り口に戻せるってことね。じゃあか、じゃあ石像を置いておきましょう。はい、っていうことです、置きました。何が起こるんだ、何が起こる、何が、なんだこの揺れは。おい、高木です、何、石像、おお、やっぱりこうなるのかーい、やっぱりね、俺絶対そうなると思った。でもハンマーで叩けるんだよね、これ。バカバカ、水汲んでどうすんだ、水汲んで。そうだよね、やっぱりハンマーだよね。あ、いいじゃない。はい、簡単。これ、剣で攻撃するとダメージ与えれない。あ、すごい、会心バンバンバン。何寝てんの、この人。何寝てんの、今。動かない石像。つまんねえんだよ。つまんねえんだよ。動かねえんだよ、本当は石像なんてよ。動かない石像。いちいちそんなこと言って死ぬな。動かない石像、空腹で倒れそうだ。俺も動かない高口になるぞ。違うか、もう変なこと言うな。食べ物を食べてからの破壊力抜群だね。はい、簡単、そんな大して強くないね。はい、動く石像を倒した、イエーイ、いいじゃない。あ、あんなとこに宝箱が、お、開いた、あそこってどうやって行くの。きっとすごいものが入ってるぜ。そうだろうね、多分かけらだろうね。うん、すごくね、すっごいね、冷静に言うけど、オカリナの、オカリナじゃない、笛のあのかけらだと思うんだ、僕は。うん、リラーク
あ、オカリナの笛のかけら。オカリナじゃねえや。なんでもオカリナっつっちゃうな。はい、ありがとうございます。あれ？これ落ちたとこだよね、いった。おお、それがゴルドンが持ってやがった山彦の笛の残りの半分か。待って、なんでさ、あの半分を持ってたんだろうね、ゴルドン。なんでゴルドンは半分持って、なんでここに半分隠してあったんだろうね。ビルダーは誰かに使われないように半分個ずつやったのかな。まったく、なんだってこんなでかい棚の上を大げさにしまい込んでやるんだ。まあいい、それをくっつければ金の鉱脈を探せるんだろ。一度ゴルドン、ねえ、そう、俺も持ったよ、それ、シドウ君。さあ、拠点に帰ってきました。さあ、ゴルドン取ってきたよ。うごごご、たかきち、笛のかけら手に入れたのか。俺、思い出した。その笛半分にして、俺から奪ったの、メド、あ、そうなんだ。あ、メドーソボールがあそこに隠したんだね。わざわざ宝箱に書きつけた。あんな仕掛けを仕掛けて、メドーソボールも。メドーソボールも結構あれだ、細かいね。あんなとこにハートがたくさん落ちてる。ちょ待って、俺も一つ思うんだけど、俺がこんだけ一生懸命さ、ね、ピラミッド古代神殿潜ってる間、あそこにハートが落ちてるってことは、プールで皆さんこれ、優雅に泳いでたよね、これ。ねえ、奥にハートにたくさんあるよね。絶対泳いでたよね、あそこで。遊んでたよね、みんな。ねえ。そう、でも何のために笛があれば、いろんなも、あ、じゃあ、間違わせる軸になった、これ。笛があれば、いろんなものを探せます。きっと、教団にとって邪魔だったんでしょうね。だけど、だとしたら、どうして半分だけ神殿にしまっておいたのかしら。わからないけど、俺、いつかメドーサボール倒す。そのためにも、ゴールドマンに戻りたい。さあ、高吉、金探すために笛を使う。あ、わかったよ。笛のレシピを開くのかな？ひらめくのかな？新たなるレシピをひらめいた！はぁ！山彦の笛、いいじゃない！これで、やったぜ！にょビルダー道具ゲット山彦の笛、貴重な鉱石を探し出せる、いいじゃない！ビルダー道具笛、山彦の笛を吹いてみよう。金山の近郊の場所から音符が返ってくる。音符を辿って近郊を探そう。あ、そうなんだ。そんな風に探せるんだね。びっくりした。めちゃくちゃ詰まってくるじゃん、こいつら。怖っ。ちょ、待って。怖かった、今の。すごい走った。すごい走ってきたよね、この人たち。ねえ。怖っ。もう行っちゃうの？早っ。引きの早っ。引くの早っ。どうした、この人ら。あ、お手洗いか。お手洗いっていうか、引くの早っ。で、まあ、それ山彦の笛じゃない。またまたとんでもないものを作っちゃったわね。高吉ちゃんが行ってきた建物は昔地上にあった神殿よ。メドーサボールが地下、メドーサボールが地下に沈めたんだ。メドーサボールはね、美しいものや光り輝くものを壊したりし、だからゴールドマン光り輝いてるもんね。だからゴルドンちゃんも行動の功績も全部石にしたのよ。みんな鉄棒を与えるために。ああ、この鉱山界の宝石とも言える私を。お前は大丈夫だわ。もう腐りかけてる。あ、いや、変なこと言えない。もういかんか、そういうことじゃからな。そういうことじゃから。もう輝きは多分失ってると思いますよ。あとはね、余生をね、あとは老後の余生をね、ちょっと楽しくね、どうかね、楽しんでください。そうそう、その笛は求めるものある場所を指し示すんでしょう。これで金の鉱脈もきっと見つけました。山彦の笛を吹けば共同にある金の鉱脈も探せるはずだ。早速共同の仮想に行ってきてほしい。けどよ、力はひどいし、金は岩の中に埋もれてるはずだ。闇雲に笛を吹いても見つからねえぜ。そうね、それじゃあ、まあ、地下坑道の仮想昇降基地の南にある南西坑道あたり。すごいね、君よう知っとんね、このおんばちゃん。ねえ、オイラもあの辺りはなんとなく禁止を感じてた。あの辺りを手当たり次第掘ってみるぞ。笛を吹く南西ゴードには迷わないにワープで行くといいわ。タカキチ、またかよ。湯の子ハンバーグ、ここ手に入れた。 あなたなら金の鉱脈を見つけられるわ。でも危険なことはしないでね。優しいペロちゃん、かわいい。行っちゃった。あいつ、いつもいつも高吉に食い物を渡してきやがるな。どう、いや、好きなんですよ、僕のこと。シドウ君、僕のことが好きなんですよ。あれだ、シドウちゃん、ほらね、やっぱそうなんだよね。僕のこと好きなんで、ほら、みんな、残念。みんなありがとうございます。結婚式には呼んであげるね。
くわ高木さっさと行きやがれ。マビコロフェで金の鉱脈を見て3つも探すの。はい、ってことでね、鉄の鎧探し作りました。これ皆さんかっこいいね、鉄の鎧いいじゃない。これでペロちゃん僕に惚れたな。うん、